ンダ3世というアイドルグループを紹介したいなと思うんだけど、まあ曲聴いてもらったら分かる通りで、まああんな感じなんですけど、去年だね、2013年に結成して、でその当時は12歳で、今はまあ13歳が、まあ、平均年齢の5人組のブラジリアンガールズユニットということで、まあ、名前からもちょっと分かるように、あの日系人ブラジル、日系ブラジル人のコミュニティで、まあ、群馬の大泉町ってとこから、まあ、そこに住んでる5人組で全員そうみたいだよ、で、うん、集まったメンバーで日系三世の方々なんだけど、まあなんか可愛らしい感じだよね、まあ、ハーフとかクォーターの人とかって、まあ、美人な人がいるけど、そういうのも関係あるのでしょうか、いい感じなんだけど、でね、俺去年ねツイッターでこのリンダ三世の最初の曲、シングル曲のなんだっけ、未来世紀 EGZ か、 EGZ って曲が YouTube で上がって、それがすごい話題になって、それで注目を集め始めたんだけど、これか、そうそうそう、さっきちょっと流してたんだけど、それっていうのがね、まあなんか曲もその映像もちょっと B 級な感じっていうか、なんかすごい音もやっぱアイドルグループって今もすごい乱立してるじゃないですか、山ほど、でも何が何だか分かんないっていう感じなんだけど、その中でもまずあのこういう日系三世ってところで、おちょっと違うよねっていう個性がちょっと出てて、まあ、年齢的にもすごい若いし、曲もね割と今ちょっと話に出てたカリスマ .com じゃないんだけど、の EDM っていうそのクラブミュージックっていうのも最近割とポップスでも、まあ、Perfume だとかキャリーとかああいうのから割とそのテクノ系な音楽っていうのもテイストとして導入され始めてきたんだけど、それの派生版みたいなそのエレクトロダンスミュージックっていう音楽もちょっとそういうテイストも加わりながら割と凝ったトラックだったりもしたん でムービーとかもちょっと個性的ななんか B 級な感じの動画であんまり他にはないよねっていうのがちょっと話題になって、で今3曲ぐらいシングルを出して、でアルバムが1枚出たのかなっていう感じらしいんだけど、でまあワールドカップ、まあ、ブラジル大会っていうことでさっきちょっと流してたけど、こんな感じであのブラジルのユニフォームとかと、あと、まあ、ブラジルが黄色 で日本が青のユニフォームだから両方足し合わせたようなユニフォーム着て、まあ、サッカーをしてる PV みたいなの作りながら、そのブラジルのね、まあ、スケナーダかなっていう昔からある曲があるんだけど、そういう曲をまあ歌ったりとかっていう感じで、まあ、そういうブラジルと日本の融合みたいなそういうところをまあ多少コンセプトにいろいろ曲を作ったりとか活動もしてるのかなっていうことで、あんまり有名じゃなくって、出ててもなんか東京のガールズコレクションかなんかにあのゲストとして呼ばれたりとかしとるぐらいで、テレビとかにはそんなに出てないのかな、まあ、ちょこちょこニュースの中の一部みたいなんで、日系人の人あの子たちも応援してますみたいな、そういうちょっとしたスポットで入るぐらいで、あんまり今それまでってとこなんだけど、まあこれからどうなっていくのかなっていうことで、まあ正直あんまりアイドルのこと詳しくないんで、今のアイドルグループと比較してどうかっていうのはよくわかんないんだけど、まあ、ちょっと面白いかなということで、でトヨタとかもまあね、コミダンチだとか割とブラジル、日系ブラジル人の方っていうのが多いんで、こういうね音楽的活動とかもトヨタの方でも、まあ、盛んになればいいかなというふうに思うんだけど、いるとしたいね、ぜひねぜひ来てもらってねっていうのも、まあ、あるかもしれないし、ね、まあ、その融合っていうのはちょっと面白い取り組みなのかなということでね、まあこれからどんどん外国の人も増えてくると思うし、
一番どこで最初に目に留まった、うん、だからさっき言ってたその YouTube でアップした動画っていうのが Twitter でちょっと話題になったじゃん、うん、それでなんだろうっていうのを、うん、知ったっていうのと、俺はまあラジオでちょっと紹介されてたもんで、それで聞いてみようって思って聞いてっていう感じかな。こういうのいっぱいいるんだね。こういうのいっぱい、こういうのが増えたんだね。AKB からじゃないかな。AKBアマちゃんのあれからかもね。アマちゃん？アマちゃんでさ。いや、あれはもう、あれはもう、あの、うん。こういうアイドル戦国時代みたいなやつになってからかな。多分始まりは、まあ、2000年代でいくと AKB と Perfume とかじゃない、その両方かなって、俺はなんかそんな感じではおるんだけど。わかんない。昔からあったのかな、地下アイドルとかいっぱい。うん。それが一般にも受け入れられるようになってきたっていうあるけど、うん、なんかね。ここまででもなかったよね、きっとね。今一般の人の目には知られてなかったね、こんなたくさんはね。いてもなんか何もどこにも触れられずに終わっていくっていう。うん、なんでこうグッときたのかね。なんですかね。で、AKB の最初はなんかうっせぇなって言ったじゃん、みんな。うん。その間にか当たり前に、ね。いいとも48人に行きたりしとったんだよね。うん。そうだな、別に世間が邪魔だと思ったんで。その間にかね、受け入れる。レギュラーにもなってたしね。うん。怖いよね。うん。あれ結局あれでしょ、そのおにゃんことかそういうところまで遡るじゃないの、そのアイドル、うん、発祥としては。ピンクレディ、ピンクレディとか、ピンクレディがパフュームとかああいうのに近いのか分かんないけど、もともとそういう文化あってだよね。でモームスとかもそうじゃん。そうだよね。だから完全になくなった時期っていうのはあんまりないのかなと思うんだけどね。何かしらいいな、うん、何かしらバックスとかね。そうそう、アムロとかね。うん、誰もアイドルじゃアイドルだよね。確かに。ここまで踊りも下手で、歌も下手だけど、許される歌詞じゃないアイドルっていうのは。そこは日本独特の文化だよね。そのマックスとかは一応さ、ちゃんとやってるじゃんね。プロだよね。モームスはまあ違うじゃんね。モームスの方が一生懸命やってた気がする。モームス今ね、ダンスうまいらしい、噂に聞くと。やっぱ差別化を図ってるのがね、そこら辺は。多分そうなんじゃないかな、やっぱ。AKB とか。日本は不思議らしいね、なんか、その歌が下手でも歌手になれるっていう。ほんとね。AKB で衝撃だったのは、やっぱその歌が下手なのはまだし、もう顔もブサイクだけど、アイドルになれるっていうね。そういう、もう、ズバズバ言っちゃってて、多分これになるような気がするんだけど。会いに行けるアイドルっていう。あ、そうそう、それが最初だ。クラスで一番可愛いぐらいっていう、その手が届きそうな感じ。キャバクラみたいなもんだよね、あれ多分。好きな人にとっちゃね、だから選挙とかでみんなでたくさん買って CD をそれで投票して順位を上げてあげるっていうのはさ、同伴して高いお酒入れてその子の順位を上げてあげるっていう。キャバクラのシステムとほぼ一緒になる気がするけど、そうだね。ただそれがなんかパッと見なんか夜の匂いがするかそんなにしないかっていうだけの違いで、ね、なんかでもこういうのになりすぎてね、事件とかも起こるようにねなったけど、それはなるだろうって感じだよね。でもなんか大学時代に福井に乗った時だからもう8年前ぐらいになるんだけど、福井県の美浜っていう南の敦賀の方で町の村役場のイベントがあって、それの取材に、まあ、バイトで行ったんだけど、その時にネギっ子っていう新潟のアイドルグループが来てて、その当時もうそれこそ小学生とかだったと思う、すごいちっちゃい子の4人組とかで出てて、で全然知られてなかったと思う、完全に、うん、だけど多分追っかけみたいな人が10人ぐらいはいて、どこ出身の人か分かんないけど、それも本当にいわゆるおっさん、うん、なんかタオルをこうやって
頭も巻いて、で、うちわでなんかデブの体を仰ぎながら、あの人たち、なんか、まあ応援してて、まあそれぐらいで、うん、なんか普通に村の祭りみたいな感じで、出店とか出してやってたんだけど、それがまあ、あのネギっ子もさ、いいともにも出るようになって、ゲスト出演とか、本当に、うん、出るようになったぐらい有名になっちゃってて、で、歌はもう本当に、まあこれと同じぐらいの、エリート3世と同じぐらいの感じなんだけど、本当に波に乗った感じで、手札に出るもんね、スタート、うん、スタートっていう、感じのグループがいて、うん、この前、稲部の祭りにちょっと出たらね、来てて、あ、本当、うん、じゃあもう、ちょっと可愛い女の子4、5人集めればもう、そういう固定ファンはつきそうだね、その。なっちゃうかもしれないね。どんな、その、逆に、愛想がなかったりとか、ダンスがめちゃくちゃ下手でも、うん、それが逆にいいみたいな人が増えそうでしょ、なんか。そういう人がいそうだよね。あの、最初は先にみたいな、俺が好きみたいな。ああ。売れてないのが好きです。売れてない方がいいんだ。売れたらもう興味なくなっちゃう。あ、そっかそっか。育てたいんだね。ね、もうだから本当にこれから結婚とかして子供とかでね、その娘とか生まれたら、うん、もしかしたらアイドルとかになるかもしれないっていう、なりたいって言うかもしれないね、うん、うん、タンクルさんけどね、そうだね、なんでそんな固くな、なの、絶対やだ、アイドルだけは絶対嫌だね、いや嫌だね、なんかなんか嫌だ、絶対だね、何が嫌なの、怖くてしょうがない、だって芸能界とかだってもダメでしょ、絶対、うん、どう考えてもどう考えてもダメでしょ、あんなのまともなわけがない、一時だよって言ったらここ3年ぐらいでもうすぐ卒業するしみたいな、大前も全然ダメ、全然ダメそれだけはダメだ、それ以外は自由でいいけど、ああそうなんだ、じゃあ彼氏とまだ高2だけど彼氏とちょっと泊まりしてくるけど、はい、あ、赤間に、それかまへんな、それかまへんなんだ、それかまへんだけど、そんなかまへんちょっと芸能活動いつだろう、いかんない関係、なんで、もうそれは絶対嫌だな、うーん、いや自分の子供がそんなになるとは絶対思わないけど、もしそんなこと言い始めたらそれだけはやろう、絶対言うと思う、まあすぐ俺はまあ本人がやりたいっていうんだったら別にいいっていうかもね、うん、だって別になろうと思ってできなれるわけじゃないじゃん基本的にはね、うん、でまあ今その誰でもある程度なれそうな雰囲気が出てきとるもんで困ると思うけど、うん、本当に本気だったらいいけどね、そのなんていうの、その一時じゃなくて、うん、本当に本気でアイドル本気で日本一とか世界一ぐらいの勢いでなるっていうぐらいの心意気だからガチだよね、うん、ガチでやるんだったらまあ最悪許すかもしれないけど、うん、そんなガチじゃないじゃんね、ほとんどそんなさキャーキャー言われたらそのレベルじゃんね、うん、それでそんなあんな世界に行くっていうのは完全にダメでしょっていう、ダメですか、ダメじゃない、うん、俺もマーシーに近いからやり、ほんと本人がやりたいなら分かれるね、これは、うん、本人にやりたい度合いによるね、うん、ただちょっと風俗場にはちょっとだめだ、俺それに近い感覚だもん、芸能界ああ、そういうこと、うん、そっか、さっきのなんかもう男のその男の欲をこう的にというか、うん、一緒だよ、一緒な気がしちゃうね、男の欲を商売にしとるわけか、うん、それが悪いとは思わないけど自分の子供にやってほしいとは思わない、アイドルの AV 女優と一緒の AV 女優の悪いから、そんなくない。これ AV 女優が別にその悪い人だと思う。ああ、なるほどね。うん、自分の世代だよ。でも、うん、アイドルよりはまっとうな仕事だと思う。ほー。直接的に性欲を処理してくれるじゃん、男子は。なんかこうアイドルってごまかしてるじゃん。ああ、なるほど。そこではっきりしないと。そうそうそう。なんか、いかにも綺麗に見せてるっていうのはね、そう、本当はめっちゃ汚いのに、それを綺麗に見せて、金を稼ぐっていう。本当に汚いかどうかっていうのは分からなくない？でも。
まあ汚いでしょう、あんな世界は。汚いっていうのはその会社がアイドル会社の社長とかそういう運営側は汚いかもしれんけど、いや運営側の話でもちろん運営側の話、ね、そこに別に、うん、その子たちは純粋な気持ちでやってるかもしれないけど、うん、しかもその子たちが純粋な気持ちでやってるとしたら余計にそれは微妙だよ ね、うん、悪どいっていう、その本人たちの意思とさ、うん、そのもいろんなものが全然噛み合ってない気がするし、うん、いやわかんないよ、もしかしたら 純粋にやってるかもしれないけど、うん、でもなんかいろいろな世の中を見るとそんなに世の中甘くないと思うから、うん、ね、アイドルって言ったってビジネスだから、うん、ねって思って、しかもまかり間違えればそれこそアイドルが AV 女優になる時代じゃんね、まあね、元アイドルが売れないからとりあえず AV 女優とかヌードをやってそこからっていうと、まあほぼニヤリーイコールじゃんね、そんなのって言ったら、うん、それでもダメならもう地元でキャバ嬢とかね、そう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 、キャバ嬢はどう、キャバ嬢、キャバ嬢まず行ったことあるの、ないない、そっか、じゃあ何するとこはちょっとイメージつかんね、でもキャバ嬢だったら別にいいけどね。そうか。うん、キャバ嬢も嫌だけど、キャバ嬢の方が俺、あ、でもまあでもどっちも一緒か。結局、でもそういうのってさ、一緒かもしれんね。意思があってやるものじゃないじゃんね、あんまり。でもどういうこと？だってお金が欲しいからやるわけじゃんね。例えば、家が全然お金ないと、めっちゃ勉強したい。だから風俗行って稼いで、例えば学校行きます。それはまだ筋が通ると思う。ただ遊ぶ金が欲しい、例えば稼ぐ、キャバ嬢、キャバクラになる。それもうアホだよね、ちょっと。キャバ嬢じゃ足りんからや、風俗に行くっていう。その目的意識がただの、なんていうの、すごい短絡的じゃんね。逆に本当に日本一のキャバ嬢だとか、そのキャバ嬢に対してガチで行くんだったら、それはやる価値がその人にとってあるかもしれないから、いいかもしれないけど、そんなことってまずないじゃんね、うん、基本的にっていう、その自分の身内だったらそう思っちゃう、それ本当に一生懸命やる意味あるのっていうか、一生懸命やる気あるのみたいな、うん、そんな時間も無駄するぐらいだったら、うん、うん、で、うん、最悪金がいるんだったら、うん、それは俺が何とかするからちゃんとやりたい、もっとまともなことやれよって、無駄なことすんなよって、もう、うん、ビロは結構推進派というかね、容認派だけど、それの心は何かあるの？あ、いやいや、まあ、予告、まあ、どうだろうね、俺そのあんまりそこまで考えてなかったけど、まあ、アイドルグループ、別に地方にさ、回ったりとかしてっていうのはアイドルだったら別にこの部活の遠征とそう変わらんかなと思って、そういう感じでそれ別に広いないいかなとは思ったんだけど、そこからもしかしたらすごい人気が出て東京に行くとかなって、ね、超人気が出ちゃうかもしれない、なんかちょっとこう嫉妬したいよね、まあそれもあるだろうね、実際、ね、自分の可愛い娘だったのに、なんかもうその12歳3歳からもうそんな世間の目にさらされちゃったら、ちょっとなんか通常の感覚から狂っちゃうよね、その感受性が豊かな時期にね、みんなが何々じゃんとかやったりとか、大人がさヘコヘコしだしたりとかさ、ね、年齢にもよるかもしれないね、うん、子役でまともに育つとかあんまないじゃんね、まあね、えなりかずきぐらいだよね、うん、よっぽど芯がないとさやっぱ絶対おかしくなるよね、やっぱスポーツ選手とかミュージシャンでもそうだけど、うん、若いうちから若いうちからやっぱり変な風になるとね、やっぱりその後の人生がトータルで見て幸せなのかっていうのが、なんとなく逆にお金があるから幸せじゃないんだなってよく思うな、あの人たちを見ると、むしろお金がありすぎると不幸せなのかなっていうね、そういうのもあるかもしれない、自分の娘みたいなそのことで考えると全然ちょっと変わってくるよね、みんなね、意見がね、そうそうそう、ね、だから他人がやる分には全然ね、他人がやる分にはいいけどね、全然見る分には全然いいんだろうけど、そう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 、ね、身内がやるっつったらそれは話がちょっと違うな、その自分の娘はね、うん、まあ、息子でもそうかもしれないけど可愛いって思うじゃん、うん、でもそれがその客観的に可愛いかどうかってやっぱ測れないじゃん、うん、普通はね、あ、可愛いルックスがね、うんうん、おそういうので判断って変わってくるのかな、どういうこと？だからお前成功しねえだろみたいな子供だったらさ、余計なんか反対したくなるじゃん、ああ、立ち去らすだけだからやめとけみたいな感じです、あ、うん、あ、そういうこと、ああ、そのめちゃめちゃ、うん、やるならあれでいいけど、橋本環奈みたいな子だったら、うん、お前は可愛すぎるからもう やってもいいぞみたいなそう、例えばね、例えば、ね、アイドル向きだぞ、そのルックスみたいな、うんうん、
逆になんか勧めてる親もいるかもしれないよね、一攫千金みたいな宝くじ的なさ、あそうか、俺こんなぶっさいくなやつでもこの AKB とか慣れとるんやからお前もいけるでみたいな感じで、むしろそっち系がかなり多いじゃないのかな、多くなってる、今のスポーツとかもそうかもしれないけど、ある意味絶対あるよね、塾とかスポーツとかその英才教育的なことってやっぱ親がさ目がお金のマークになってるっていうのはいろいろある気がするけどね、それめちゃめちゃストレスだよね子供からしたら、うーん、でもそうだったね、うん、なんか自分大したことないのに自分以上のものを子供に望むのって結構ひどいなっていうのはあとなんか思うけどね、ネイマール打つでしょ、ネイマール、うん、もあネイマールはどういうあれだったかは知らないけど、うん、でもあいつたちはさ若干家がすごい貧しいとか、うん、そういう系じゃなくて、いやそうでもないみたいな、そうでもない、うん、そうだからなんかそういうので成功するケースもあるんだろうね、うん、きっと、まあ、人に聞いたろうけどね、うん、なんとも言えんけど、まあ、狙ってなるもんかどうかっていうことだよね、うん、一応双子がこれ、双子なの、双子だと思う確か、うん、双子これ顔が一緒じゃん、本当だ、あ本当だ、うん、これちょっと PV とかでネタにしつつ、マジで誰が一番売れると思うまあでも桜だけ白人というか白いんだよね、あーはなんか褐色、ブラジル系だなって思うけど、違う、本当だね、うん、だからスタイルはいいとかいうね、あ本当だ、あ全然違うね、うん、白いね、うん、5人ともやっぱ外国の血が入ってるからスタイルはいいって、あとね音楽がね、だけどランゲージって知ってる、知らん、ランゲージっていうね、掛川さんって人と本沢さんっていう人がちょっと関わってプロデュースをやってるらしいじゃんね、でもともとまあ、このチーム自体は2009年に結成なんだけど、この人たち自体は90年代からエレクトロの分野で結構有名な人たちらしくって、こういう人たちがちょっと関わっているそうなんだよね、でそれなりにその程度音楽業界の中でずっとやってきた人たちが関わってるから、それなりにその売り出し方だとか音楽の音楽も大体最近、うん、アイドルがそういう傾向にあるよね、そのプロデューサーにそれなりに、まあ、世界的には当たり前なんだけど、うん、やっぱり一流のアイドルには一流のコンポーザーとかプロデューサーが作ってるのはやっぱり、うんね、だからマドンナのアルバムとか出せばそれは最その時の最新の音になるっていうのは、そりゃそうなんだけど、日本もそういう感じにはその時最先端であろう音楽をやってる人たちがやるっていうのはあるかもしれない、突き抜けではないけど、なんかそんなになんか最近流行ってるよねっていう音楽になるっていうだけだって、なんかそれ以上のものではないんだけど音楽自体は、うんうん、そういうアイドルもいろいろ変化をつけないとっていう感じで試行錯誤してるって感じだよね、アングラな人とコラボする人たちもいれば、